ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。楽天の詐欺事件は、久々に大型の詐欺事件だったよね。楽天の詐欺事件？何それ？新手の特殊詐欺？いや、そうじゃなくて、楽天モバイルの社員が、委託した資材の保管とか運送なんかの仕事で、費用を水増し請求することで不正な利益を得ていたっていうことなんだよ。ああ、水増し請求の手口だったのか。よくある話だよね。でも、この詐欺事件で、実行犯たちが楽天モバイルから騙し取った金額は100億円とも言われているんだよ。100億円？それはごついねー。水増しした請求金額は300億円とも言われているんだよね。すごいなー。でも、なんで、そんなことができたの？それが、この詐欺を働いた社員は、元アマゾンで、アマゾンから楽天モバイルに転職してきた人だったらしいんだよ。そうなの？それで、この社員は、アマゾンの時に物流ルートを開拓したりして、すごいできる社員だったらしいんだよね。それで、楽天は楽天モバイルの基地局設置で、その資材の物流がてんてこまいの状況だったから、この社員にその物流を仕切らせたらしいんだよ。ああ、楽天モバイルは携帯電話事業に新規参入ということで、基地局を建てまくっていたから、その資材をうまいこと手配するのは、なかなか、大変そうだもんねー。そんな中で、この社員が物流会社を使って、水増し請求をさせて、お金を抜いていたみたいなんだよ。楽天モバイルの基地局設置の資材の物流って言ったら、確かに、巨額が動いていそうだもんねー。それで、この時、物流会社と運送会社の人も一緒に逮捕されているんだけれど。この詐欺事件で、約100億円抜いたうち、この楽天モバイルの社員は50億円を手に入れていたっていうことなんだよね。50億円はすごいねー。でも、50億円も手に入れて、何に使っていたの？楽天市場で何か買っても、50億円は使い切れないでしょ。さすがに、楽天市場では使い切れないよね。この50億円を手に入れた社員は、高級車を次から次へと買っていたみたいなんだよ。車を買っていたの？巨大な倉庫を借りて、倉庫の中には150台ほどの高級車が並んでいたんだって。初代フェアレディ Z、ランボルギーニウラカン GT3、センチュリー、ロールスロイスなんかを集めていたみたいなんだよね。それは、また、すごい話だねー。この倉庫は、関係者の間で、横領倉庫って呼ばれていたらしいよ。ああ、そうやって、噂になって、バレていったんだろうねー。他にも、キャバクラに行って、一晩で1000万円以上使ったり、奥さんに高級ブランド品を買ったりしていたらしいんだよ。奥さんとの LINE のやり取りで、我々はルイ・ヴィトン・ジャパンで5本の指に入る客みたいよって、書いているほどだったんだよね。もう、歯止めが効かなかったんだろうねー。でも、ここまで行く前に、会社にバレそうなのにねー。それについて、楽天モバイルは、5G 参入に対して、他のキャリアと熾烈な競争の中、基地局の整備が遅れていて、社内では焦りもあったっていうことなんだよね。ああ、多少、おかしなことがあっても、イケイケだったということか。まあ、それで、管理がずさんになっていたということなんだよ。なるほどねー。でも、楽天モバイルはどうなの？相変わらずの金食い虫で、楽天もきついんじゃないの？そうだよね。ここのところ、楽天の話といえば、楽天銀行株を上場させたり、小売りの社債を発行したり、公募増資をするっていう話が出たり、西友株を売っ払ったり、資金繰りの話が目立ってきたよね。楽天は大丈夫なの？まあ、これからは、借金の返済もしていかなければならないから、楽天の財務がどうなっていくのか？は、要注目だよね。でも、それもこれも、すべては楽天モバイルのせいなんでしょ？そうなんだけれど、その楽天モバイルにも、明るい兆しがないわけではないんだよ。そうなの？ということで、この動画では、楽天モバイルの今後について、さらっていくよ。ゆっくりしていってね。2023年5月12日に楽天が、第一四半期の状況を発表したんだけれど。その前に、この三木谷さんが黒 T シャツのだらしない体で発表するのはやめた方がいいよね。お金持っているんだから、スタイリストとかつければいいのにねー。それはそうかもしれないよね。爆弾岩みたいな顔がでかすぎて見えるし、もう少し、対外的な印象を考えた方がいいよね。まあ、本人は、IT 企業トップということで、やっぱり、ジョブズを目指しているんじゃないの？ジョブズじゃ勝負にならないでしょ。それはそうかもしれないよね。それで、この時発表のあった、今年の楽天の第一四半期の状況なんだけれど、それが、そんなに悪くなかったんだよ。そうなの？
うん、まず、グループ全体の第一四半期の純損失は826億円の赤字で、前年同期からは93億円赤字幅が縮小したんだよね。いや、でも、四半期で800億円っていうことは、年間3000億円以上の赤字のペースじゃん。まあ、そうなんだけれど、その赤字の原因は当然のことながら、モバイル事業の赤字なんだけれど、モバイル事業だけで見ると、損失が1027億円なんだけれど。え、モバイル単体だと、第一四半期で1000億円以上の赤字を出しちゃってるの？うん、そうなんだけれど、この赤字の額は、前年同期と比べて296億円も減っているんだよね。まあ、減っているのはいいかもしれないけれど、焼け石に水じゃない？それで、重要な楽天モバイルの加入者数なんだけれど、これは2022年12月に446万回線だったんだけれど、そこから、2023年3月末時点で、454万回線と少し増えているんだよ。まあ、増えているのはいいけれど、1000億円の赤字でその増え方じゃねえ。それで、加入者1人当たりの1ヶ月の平均利用額は、1810円から1959円に増えたっていうことなんだよ。それも同じで、増えているのはいいけれど、1000億円の赤字でその増え方じゃねえ。まあ、そうなんだよね。結局は、じゃあ、いつになったら黒字になって、事業として成り立つのか？というところなんだけれど。正直、このままのペースだと厳しいと言わざるを得ないよね。ドカンと、何かが起きないとダメなんじゃない？まあ、そうかもしれないよね。でも、楽天全体を見てみると、そんなに悪い状態じゃないんだよ。え、そうなの？うん、だって、楽天モバイル以外の事業は順調なんだよ。もちろん、楽天市場の通販サイトは好調だし、楽天銀行、楽天証券、楽天カードなんかのフィンテック事業も好調なんだよね。まあ、楽天のフィンテック事業は、フィンテックというより、昭和の金融と変わりない感じだけれどね。だから、楽天モバイルが赤字でも、なんとかなっている感じなんだよ。まあ、楽天モバイルが四半期で1000億円の赤字なのに、なんとかなっているっていうのは、大したものだよね。それと、2022年に楽天モバイルが無料プランを廃止した時にはどうなることかと思ったんだけれど、そんなにユーザーが減らなかったんだよ。え、そうなの？うん、2022年6月までは1ギガまで無料プランで、どんどん、ユーザー数を増やしていったんだよね。まあ、ただだったらいいかっていうことで契約した人も多かったはずだよ。でも、このままだと困るっていうことで、無料プランを廃止したんだよね。この時、三木谷さんのぶっちゃけ、0円でずっと使われても困る発言が出たんだよね。それで、この時、楽天モバイルの契約者数は491万人だったんだよ。これが、無料プラン廃止でどこまで減ってしまうか？すごい心配されたんだけれど。蓋を開けてみれば、2023年1月現在で契約者数452万人ということで、それほど減らなかったんだよね。まあ、1割も減らないで済んだということか。楽天モバイルも、引き止め策として、ポイントバックキャンペーンを2022年10月末までしていたけれど、それも終わって、今では全員が有料プランの契約者となったわけだから、良かったのかもしれないよね。そう考えたら、楽天モバイルは、うまいこと、無料プランを廃止できたねー。それと、加入者1人当たりの1ヶ月の平均利用額が1959円っていうのも、結構いい数字なんだよ。そうなの？ 1 人当たり、約2000円って、少なくない？もちろん、携帯電話大手のドコモ、au、ソフトバンクは、この数字が4000円くらいなんだけれど。1人当たり4000円って、それもすごい数字だねー。でも、そしたら、楽天モバイルは、大手3社の半分じゃん。でも、楽天モバイルは3ギガまでが980円、20ギガまでが1980円、それ以上なら2980円という料金プランなんだよね。それで、日本では過半数が3ギガ未満の利用者だと言われているから、楽天モバイルにとって、2000円はそんなに簡単な数字ではないんだよ。なるほどねー。実際、2021年の加入者1人当たりの1ヶ月の平均利用額は、無料ユーザーが多かったこともあって、614円だったんだよ。そこから、2000円近くまで持っていったわけだから、すごいよね。やっぱり、無料プランを続けるのは、無理があったんだねー。しかも、大手3社なら、基本料金とか通話料に加えて、なんだかよくわからないオプション料金もあったりするでしょ？ああ、うちのおばあちゃんがわけのわからない料金を支払い続けていたから、見直しについて言ってあげたことがあるよ。そういうオプションをつけることも楽天モバイルだと望みが薄いから。やっぱり、加入者1人当たりの1ヶ月の平均利用額が2000円近いっていうのは、大したものだと思うんだよね。楽天モバイルは、意外とすごいな。でも、なんで、楽天モバイルは加入者1人当たりの1ヶ月の平均利用額がそんなに高いの？
うん、それが、楽天モバイルの契約者って、スマホのヘビーユーザーが多いんだよ。だいたい、大手3社の1ヶ月の平均利用データ量は1人当たり9ギガちょっとくらいって言われているんだけれど。へぇ、平均のデータ使用量って、それくらいなのか。ところが、楽天モバイルの契約者の1ヶ月の平均利用データ量は1人当たり18ギガ超って言われているんだよ。え、大手3社のちょうど2倍くらいじゃん。ちなみに、2021年12月時点では、楽天モバイルでも、契約者の1ヶ月の平均利用データ量は1人当たり 9.5 ギガだったらしいから。無料プランがなくなったタイミングで、一気に増えてきた感じだよね。なんだか、ヘビーユーザーをたくさん抱えているっていうのは、やりようによってはいいかもしれないね。それと、楽天モバイルが赤字の原因なんだけれど、これはなんといっても、設備投資にお金がかかることが大きいんだよね。まあ、新しい携帯電話会社だから、いろいろとお金がかかるもんね。そうだよね。アンテナだって、一から建てていかなきゃいけないし、基地局を作るのは本当に大変なんだよ。でも、それができないと、いつまでも繋がらないままだもんね。ところが、やっと、その基地局についても、目処が立ってきたっていうことなんだよ。しかも、この基地局設置に目処が立つと、楽天モバイルは、大手3社に比べて大きなアドバンテージを持てるっていうことなんだよ。どういうこと？うん、大手3社は、今までの古いやり方での基地局設置だったんだけれど、楽天モバイルは後発だったこともあって、新しい技術を使った基地局をガンガン建てているんだよ。まあ、ドコモとか、au が基地局を建てている時から比べたら、技術は進歩しているはずだもんね。それで、楽天モバイルの基地局は、仮想化、自動化、オープンアーキテクチャーなんかの最新のデジタル技術を活用していることもあって、他の携帯電話会社よりも設備投資額で 40%、運営費用では 30% もコストが低くなっているっていうことなんだよ。え、そうなの？うん、だから、基地局完成が見えてくると、この楽天モバイルの強さが発揮できるようになるっていうことなんだよね。そうなんだ。でも、それは、あくまでも、基地局完成が見えてきたらっていうことでしょ？それには、まだまだ、基地局を整備していかなきゃならないから、楽天モバイルは、さらに、お金がかかるんじゃないの？それが、今回の2023年5月12日の決算発表会では、その基地局整備に、まだまだ、お金がかかるんじゃないの？っていうことについても話があったんだけれど。それで、なんて言っていたの？今回、楽天モバイルは楽天最強プランっていう料金プランを発表したんだけれど、これがその解決策になるっていうことなんだよ。最強プランって、なんか、ダサいネーミングだね。そういうことを言っちゃダメでしょ。この楽天最強プランっていうのは、これまでと同じ月額980円で3ギガまで、月額1980円で20ギガまで、月額2980円でデータ使い放題というプランなんだけれど、これまでと同じだったら意味ないじゃん。ところが、この楽天最強プランっていうのは、楽天モバイルのネットワークに繋がらない場合にローミングされる、KDDI のパートナー回線の利用制限を撤廃したっていうことなんだよ。どういうこと？これまでは KDDI のパートナー回線での高速通信は月間5ギガに制限されていて、5ギガを超えると通信速度が 1Mbps に制限されるっていうプランだったんだよ。その制限がなくなって、KDDI のパートナー回線での高速通信もデータ使い放題になったんだよ。そうなると、どうなるの？結局、楽天モバイルは繋がりづらいっていうのが加入者が増えづらい理由になっていたんだよね。それで、基地局設置を頑張っていたんだけれど、それがお金もかかるし、なかなか、追いついていかないっていうことで、だったら、KDDI のパートナー回線を無制限に使えるようにしちゃおうっていうことに方針転換したんだよ。ああ、そういうこと？うん、これまでの楽天モバイルは、とにかく基地局を設置して、自前の回線を使ってもらって、なんとか、パートナー回線の KDDI の回線を使わせないようにして、KDDI への支払いを抑えていくっていう戦略だったんだけれど、今回、楽天モバイルはそれをやめたんだよ。でも、そしたら、今度は KDDI への支払いが大変なことになるんじゃないの？まあ、楽天モバイルとしては、ある程度、自前の基地局ができてきたから、そんなに支払いが発生しないと思っているんじゃないか？と思うんだよね。KDDI への支払いが必要になるのは、楽天モバイルの電波が繋がらないところだけだからね。ああ、基地局が増えてきたから、楽天モバイルの電波空白地帯が、そんなに、なくなってきたのか。それと、基地局を設置するのと、KDDI にお金を支払うのと、どっちがコスパがいいか？っていうことも考えたんだと思うんだよね。コスパの話なの？基
人が多いところには、大体、楽天モバイルの基地局が設置済みだから、これから設置するのは人が少ないところということを考えると、KDDI にお金を支払った方がいいんじゃないか?と考えても不思議ではないよね。なるほどねー。楽天モバイルは、これで、繋がりづらいっていう不安が解消されると、未来が明るくなってくるかもしれないよね。そんなにうまくいく?それは、なんといっても楽天経済圏の月間アクティブユーザー数は4000万人とも言われているから。4000万人?楽天のユーザーって、そんなにいるの?うん、この中で、楽天カードの利用者は約2800万人で、その約半分の1300万人が楽天銀行に口座を開いていて、その3分の2の約850万人が楽天証券に口座を開設しているっていうことなんだよ。楽天経済圏は、恐るべしだな。でも、そう考えたら、今の楽天モバイルの契約者数が500万人にもなっていないのは少ない感じがするねー。ちなみに、楽天スーパーセールの売り上げの4分の1は楽天モバイルユーザーだという数字もあるんだよ。え、そんなに、楽天モバイルユーザーが買い物をしているの?ソフトバンクとかワイモバイルのユーザーだとヤフーショッピングでの買い物がお得になるんだけれど、楽天モバイルユーザーは楽天スーパーセールで、まだ、そんなにインセンティブがないんだよね。そしたら、楽天モバイルのユーザーを、もっと優遇するようにすれば、楽天モバイルの契約者も増えそうじゃん。うん、そうだよね。だから、ここのところ、楽天ポイントは、解約に次ぐ解約を続けているんだけれど、楽天モバイルユーザーをピンポイントで狙ったポイント施策を、リリースできれば、もしかしたら、楽天モバイルユーザーが爆増なんていうこともあるかもしれないよね。なるほどねー。なんだか、楽天モバイルの未来は明るいような気がしてきたよ。でも、楽天モバイルの未来に不安がないわけではなくて、黒字化のためには、1000万人の契約者が必要とも言われていて、それには、今の倍の契約者数が必要だから、やっぱり、なかなか簡単なことではないよね。それは、ハードルが高いねー。ヒカキンの登録者を強制的に契約させちゃうしかないかもしれないねー。それと、他にも不安がないわけではなくて。え、何かあるの?もう、ガーシーは国際手配されたから、三木谷さんのスキャンダルは出てこないでしょ。いや、そうじゃなくて、今回、楽天モバイルはパートナーの KDDI の回線をいくらでも使い放題っていう奇襲を仕掛けてきたんだけれど。これが、どれだけのコスト負担になるかどうかは不透明だよね。いや、でも、楽天モバイルが繋がらないところだけの話でしょ?そうなんだけれど、楽天モバイルユーザーにしてみれば、KDDI の回線がタダで使えるなら、楽天モバイルの回線じゃなくて、KDDI の回線に繋ぎっぱなしにしちゃう人が出てきてもおかしくないと思わない?え、そんなことできるの?そこは、これから、楽天最強プランが始まってからの話になると思うんだけれど、楽天モバイルユーザーは、ただでさえヘビーユーザーが多いから、そういう情報が出回るのは早いと思うんだよ。ああ、スマホとか、そういうのに詳しそうだもんねー。それで、気づいてみたら、KDDI への支払いがとんでもない金額になっていたりしたら、シャレにならないよね。さすがに、そうなる前に、何か手を打ってくると思うけれどねー。それと、もう一つ気になるのが、楽天ポイントだよね。え、楽天ポイントが心配なの?楽天ポイントって、年間6000億ポイントくらい発行していて、累計では3兆ポイントを発行したっていうことなんだよ。3兆ポイント?そんなに、発行しているの?このうち、今どのくらいのポイントが使える状況なのか?はわからないけれど。みんなが一斉に、ポイントを使い切っちゃおうなんてことになったら怖いよね。うわぁ、なんだか、楽天ポイントは時限爆弾みたいじゃん。まあ、こんな感じで、楽天は今が正念場なのは間違いのないところだけれど、果たしてどんな未来が待っているんだろうね。明るい未来が待っているといいんだけれど、いつまでも、今みたいな感じで、みんなをハラハラさせてくれるのもいいかもしれないよね。そんなこと言わないでよ。最後まで、ご視聴、ありがとうございました。